こんばんは、また、こんにちは。どちらでもいいんですけれども。中田です。シャドウコリドをやってますけれども。そっちはメインじゃなくて、おしゃべりの方ですね。どちらかというとメインは。個人撮影の動画をみんなで一個ずつ上げて、個人撮影ウィークとかそういうのを作ろうみたいな話を行いまして。それの一環ということで、私も動画を一本撮らせていただくというふうになりまして。今撮影してるって感じですね。おしゃべりしてるだけで動画を成立させるのは難しいので、絵面的に、ね。今回選んだのは生放送でたまにやってるシャドウコリドというわけですね。じゃあ、やっていきながら、お話をしましょう。一応基本的には、話すことあるのって聞かれた時に、実はそんなになくて、私の直近でね、基本的になんていうか、可もなく不可もなくみたいな、暮らしじゃなくて、もう本当に、属性捨てたような、本当にずーっと家の外から出ないような生活ばっかしてるので、家の外に出るには出るんですけどね、用事で。特段どっか行って、何か食べました、何かやってきました、参加しましたみたいな、そういうことは全然なくて、ただ、なんていうかな、行って、やるべき業務を行って終わりとか。そう、もう本当にそんなんで、もう基本的にもううちにいるのがメインみたいな。もうただ寝てるだけ？みたいな感じなんですよね。ちょっと最近不眠気味で、そう、ちょっと眠りがめちゃくちゃ浅くて、ちゃんと寝れないんで、もう基本的になんか今は、その4時間睡眠とか3時間睡眠になっちゃうんで、それを2回取るような生活をしてますね、本当。昼間に寝れるのはありがたいですけどね、非常に今の生活として。特に何も言われないんで、誰にもね。あと、基本的にやるべきことが湧いた時の、その作業効率っていうのが、寝て起きた後の、一回寝て起きると、なんていうんですかね、業務の、その能力、作業効率が上がるんで、その分だけ、早く終わるって言えばいいんですかね。そこら辺がいいっていうのは、2点ではありましたね、本当に。この生活。さて、何の話したっけ？あ、間違えちゃった。まあ、いっか。一応、こんな感じで、普段私そんな生活しますよって話でした。でですね、次の話なんですけど、話すことあるかって言われた時に、ないってなっちゃったんで、じゃあ、他に話すことあるかなって考えた時に、私から見たメンバーについてとか、そういうことについて、お話しできればなというふうに思いまして、今、一応ちょっとね、撮影する前ぐらいにメモをいくつか用意して、で、その人が、どんな人のイメージがあって、で、実際、どんな風に、てかどんな風な性格だと俺が思ってるのかっていうのをまとめてきたメモがあるので、ちょっとお待ちください。ありました、ありました。そう。で、どんな人かと、あとどんな性格かをね、メモしたんですよ。で、一応、今回話すのはメンバーっていうかレギュラーになってるのかな？業務契約上みたいなやつが一応ありまして、うちの中にも。で、それの中の7人、6人ぐらいをお話しようかなって思ってます。で、まず、誰からかって言われたら、それは一番初めに喋るんだから自分のから話すべきだなと思って、私からになるですけど、自己分析ですね、これは完全に。基本的には一歩後ろから見てるみたいな、そういうふうによく言われることが多いですね、私は。実際、他の人たちっていうか、メンバーが話してる時も、結構黙って話聞いてたりとか、あんまり話しかけなかったりとか、してることの方が多くて、なかなか、それの弊害なのか、話すタイミングを、忘れてて、
こう、よく人と被っちゃうっていう悪癖があって、それもいくつか改善はしたいなと思って、ちょっと努力はしている所存です。本当に人と話被ることありますよね。こう話し出しっていうの、頭の中でこう思考回路組んで、思考回路っていうのかな、文章を組んで話を始めて、でそれがまあ他人とかぶる、要件まあディスコードとか相手通話ソフトを使ってるので、こちらも、まあ、そうすると余計にタイムラグがあって話がかぶると。でも対人でもね、やっぱかぶっちゃうのにね、難しいんですよ本当に。そういうの私がなんか一人でこうやってブツブツ喋ってる分には全然問題ないと思うんですけれども、実際喋ってる分にはまあ、あーとかえーとかもちょっと考えながら喋ってることがあるので、そこら辺の詰まりっていうのはあるんですけど、逆に見れば詰まってる部分以外はなんかこう誰かが喋って間に入ってきて、あーってなったりしないから、あ、かぶっちゃったと全然ないからね。そういう意味で言ったら案外一人で喋ってる方が向いてたりするのかもしれないですね。ただ、まあ私自身が一歩後ろで弾いてるっていうか、あんまり喋るの好きじゃないっていうんですかね。本当にデブ症な性格をしてまして。デブ症っていうか、もうぐうたらの部類ですね。ここまで来ると。本当に動きたくない。人と関わるのはめんどくさい。とりあえずなんとか生きてきたらそれでいいんじゃないかと、そういうふうな性格をしちゃってるのがやっぱり大きいのが、なかなか結構無言でなんかゲームとかもねプレイしちゃうことが多い。でもまあそれによってまあリアクションとかもね、こうよく皆さんっていうのかな、まあメンバーの皆さんだよね、リアクションが少ないなとかよく言われるんですよ。今若干敵が、いたような気がしたんですけど、いなかったかな。真っ先にしよう、あいつを。で、私は中に入る。よし。はい。まあ、私のはね、まあ、そんな感じです。で、じゃあ次ですね。ピーチですね。ピンク色。ピーチはね、こう、私が見てる限りだと非常に行動力があって、まあ私と対局にいるような位置の人間かなっていうふうに私は思ってます。基本的に何かやりたいこととかがあったら、それに一直線突き進んで。で、こう失敗しても、それを糧として活かせるようなね、こう、なんていうんですかね、強さがあるんですよ。なかなかに強い人間だなっていうふうに私は思ってます。で、あと性格に関してもこう結構筋が通ってるって言えばいいんですかね。音がうるさいかもしれないね、ごめんね。こうね、筋が通ってる、うん、そうだね。なんかなんていうの、こうへにょへにょって言えばいいの、なんかしどろもどろみたいな、そういうのはあんまりピーチは好きじゃなさそうだなっていうふうに私は思ってます。話してて思うんですけどね、なんか基本的にこう決めたことをやり通すタイプの人間なんで、自分と違うその意志の弱さっていうのですかね、なんかそういったところを持ってる人間がちょっと苦手というか、そんな好きでないというか、そんな感じのこう発言というか行動がたまに見られますね。別にそれが悪いことではないので、別にこうそこはフィッシーの悪い点だっていうふうに思ってなくて、そこは苦手だとか嫌いだとかね、そういう話でもなくて、まあ特に行動力に関しては非常に好感が持てるものですし、まあ私と違うからっていうのもありますけど、そういう意味合いで言ったらやっぱ、まあ、彼がなんていうの、矢面に立つような人間リーダーとして動くっていうのは非常にいいことなのかなっていうふうに思います。強いですからね、そういうことができる人間は。
じゃあ一方、なんか、一方でもないですね。なんて言えばいいんだろう。まあいいや。なんか、ピーチのなんていうんですかね、こう悪い側面なんかあるかなって思ったんですけど、まあ、特にそんなのも、なんか他の人たちも含めて言うべきものでもないなっていうのは、なんかちょっと前にガークルで話しててあったので、こちらからなんかそういったところで何も言わないっていうか、まあ私もすぐに思いつかないんで、述べないようにはしていきます。わお、なんかいろいろたくさんだ。これでいいや。もしかしたらこの鐘の音がすごいうるさいかもしれないですね。いつまで受賞するんだろう、これ。うまいうまい。まあ、爆竹、あ、いや、爆竹欲しいな。どうしよっか。いや、鍵を捨てる。鍵を捨てるか。あと、次かな？うん、次の話しましょうか。次ですね。まあ、ヨルカさん、白色ですね。ヨルカさんは、そうですね。基本的に、こう、私が見てる限りだと、よく勉強頑張ってたりだとか、あと、うん、勉強しない時とか結構たくさんゲームやってて、ゲームすごい好きやったなって思いますね。ゲームも、まあ、特に、なんていうの、ミホヨさんが出してる、ようなゲームを好んでやってたりするのをよく見かけますね。まあなんか、あのゲームグラフィックいいですからね。多分そこら辺もあるんでしょうね。でまあ、よくゲームやってるのを一緒にやってたりとか、まあ見てて他の人っていうか、なんていうのかな、こう、他の私がやってないゲームを配信してたりしてくれるんで、ゲーム画面共有とかで。まあ、そういうの見てると非常になんかこう反射神経っていうか FPS とかそこら辺がうまいよなというふうに思ってます。なんかあれですね、やってもいいんだろうね。こう FPS 基本的にやるときって反射神経とかやっぱすごい必要になってきてて、もう私自身が、こう、なんていうんですかね、その、エイムが、うん、実はめちゃくちゃそんな得意な人間ではなくて、まあ、それ、鑑みると、やっぱり、こう、目がいいっていうのが一番ですかね。で、あと、目がいいだけじゃなくて、彼自身が、そう、結構オンとオフがはっきりしてるタイプの人間でして、なんかそういったところすごい、なんていうか、やるときやる、やれないとき、てか遊ぶとき遊ぶみたいなのがはっきりしてるなというふうに私は思ってます。本人が聞いたら、いや、そんなことねえよ、みたいなこと言うかもしれませんけどね。あくまでも私の主観ですので。で、あと、誰かいらっしゃった。誰かっていうか、なんかあるかな、他。そうだな。まあ、一緒に結構遊んでるからっていうのもあるんですけど、正直、実はね、うん、性格でこう言葉に表すの難しいかな、なんか。いろいろ見てても、私も自分の性格をこれでいいって言えるかって言うと、まあ、デブ賞が一番ぴったりしてるけれども、なかなか、まあ、私生活全部見てるわけじゃなくて、基本的に、なんていうのかな、生活用の、通話のサーバーがあって、そこに一緒にいるときだけしかわからないので、私も知らないこととかたくさんあるんでしょうし。なんでまあ、基本一方的な偏見になるけど、まあ、
構なんか切り替えはっきりしてるようなイメージが私にはあります。多分サーバーに、もう生活のサーバーに結構一緒にいることが私と多くて、一緒に、私と一緒にいることが多くて、正しい文明にしましたね、今。こう、仲良く、一緒にゲームしてたり、逆になんか別々のことやってることもあるんですけど、まあまあ、一番仲のいい人とも言えなくはないでしょうね。あとそうだよね。で、じゃあ次の方。次はですね、亀さんですね。緑色のね。緑色の亀さんって言うとなんか変だな。まあ、緑色を担当している亀さんですね。で、亀さんはまあ、知っての通り、まあ、立ち絵描いてくださったりしてる人なんで、お絵描きさんってイメージが、まあ、お絵描きさんっていうか、まあ、絵が上手いみたいな、そういう人ってイメージが結構強いと思うんですけど、他にも、マイクラとかの、ああいう、建築っていうか、そういうなんか創作力に関しては結構秀でてるものがあるなっていうふうに思ってます。で、まあ、彼はですね、こう、なんていうんですかね、堅実なプレイングっていうんですかね、そういう盾とか使ってなんか、防御して相手の隙にこう攻撃するみたいな、そういうのが結構好きな人で、ランス、モハンのところの、とか、あと MMO だったら壁役買って出てくれたりとか、してくれて、非常に、なんか一緒に遊んでる時とかは、あれですね、こちらがなんか攻撃やってたりとかなんかして、すごい、楽しませてもらえるというか、そういう人を楽しませることもだいぶ得意な人間だなっていうふうに思ってますね。で、結構、まあ、過去の動画とか見ればわかるんですけど、フィーチャー一人じゃないよとか、そういうなんか、ノリのいい面も持ち合わせてまして、ノリノリで他の人を、こう、からかいに行くっていうんですかね。なんか、そういうふうに、絡みに行くっていうことも結構あったりするんですけど、まあ、それも、彼のこう楽しいことをね、こう、作り出そうとしている一面なので、非常にまあ、特にね、もう本当にフィーチャー一人じゃないよとかに関しては非常に面白いですよね。私も見ててかなり面白かったので、あれ。まあ、そこまでこう、うまくブロックしながらやるっていうのもなかなかにすごいことですけど。ああいうこう、一見うざがらみのようなことでも、まあ、仲のいい、間柄では、あるのに、まあ、喧嘩せずに、まあ、そこら辺の見極めもかなりうまいですよね。実は彼、基本的にああいうなんかノリの良さっていうんですか、こう、絡み、ああいう絡みの仕方をするのって、実はあんまりなくて、初対面とかの人に対しては。初対面に対してはこう結構、なんですか、控えめなアプローチを取ることが多いんですよ。で、こうだんだんとその人のことを知っていって、やっていて、で、まあそこら辺の人付き合いもなんか堅実さが出てるのかなってちょっと思ったりします。はい。じゃあ次、ガクラン。ガクルンまではまあ立ち絵があるメンバーですね。で、まあガクルンはまあオレンジ色、橙色、どちらでもいいですけども、やってまして。あ、なんかその言い方だとあれだな、なんかすごい橙色の薬決めてるみたいな言い方だな。よろしくないですね。まあ橙色担当というふうになってまして。で、こう、彼はですね、まあ、なんか最近、なんか、見てる限りだと TRPG と TCG の沼にはまって、なんかそこから抜け出してないみたいなイメージがあります。
彼、それ、これは彼の現状って感じですか。彼がどんな人なのかなって言われたら、彼は、どうなんでしょう。なんか結構、こう、話すことが面白いっていうか、なんか、動作にユーモアさがあるみたいな、なんかそういうタイプの人間で、非常にムードメーカーみたいな役割を果たしていることが多いなっていうふうに思います。いるだけで場が和むようなタイプですね。和むっていうか、なんていうか、場が楽しくなるような。で、なんか、そうですね。性格とかで考えてなんか話するならば、彼結構こう我慢強いタイプっていうか、なんていうんですか、こう内に秘めたこととか溜めて溜めて、でドッカンしちゃうタイプっていう感じなんですよね。こう基本的にはなんか、もう何か嫌なことがあってもじっと耐えるような、なんか、軽くやめてくれみたいなことはまあ言うには言うんですけどね、彼も。そりゃ。でもまあそれでも、しばらくの間はもう、なんか同じようなことがあった場合はもう、なんか我慢することが多いような性格してるなって気がします。まあそこら辺は、まあなんか、彼の育ちとかも関係してるのかもしれないですけど、私には分からないので、彼の育ちとか、育ちっていうか、生い立ちに関しては、実際のところ知らないので、まあ、高校時代からね、知り合った人間ばっかですからね、いかんせん知りませんよ、そんな。どんな風に育ってきたのかとか。そういう意味合いで言うんだって、ただ一番知ってるのは本当に今メンバーの中にいないんだよな。で、まあ。結構。こう。適当に話してるんだよ、なんか。多分話が行ったり来たりしてると思うんですけど、あとなんか話すことあったかな。ガクルンはあとなんだろう。やべえな、話すこと飛んじゃった。まあガクルンなんかこう結構みんなにいじられてるようなタイプのキャラクターではあるんですけど、いじられてるっていうか、なんていうのかな、こう、絡む、うざがらみみたいな。なんかそんな感じの、こう、よく絡まれているタイプのキャラクターではあるんですけど、結構ガクルン自身は、なんかそれに対するリアクションが結構、毎度毎度しっかりしてて、やっぱ、そういう反応の良さっていうのがみんなに好かれてる要因でもあるんだなっていうふうに思います。まあ、いかんせん私とかも本当に、ウェーイって来ても、あってなって、終わりなんで、え、何してんの君みたいな。まあ、なんかそういう反応取っちゃうんですよね、やっぱり。癖で。癖っていうか、なんていうか。こう、リアクション取るのがすごい、辛い体が。大変なので、なかなかリアクション取らないみたいな、感じで。まあ、そういうところね、やっぱ、こう人の良さっていうのが、みんなに好かれてる理由なのかなっていうふうに思いますね。さて、じゃあまあなんかレギュラーメンバーっていうふうになんか故障されてるのがここまでなのかな、わかんないけど。なんだろう、契約上は、なんかレギュラーメンバー以外の、どうだろう、あと契約されてるのがあと2人メンバーとしてね、ちゃんと正規契約してるのが2人ほどいらっしゃいまして、確かその2人があれかな、あともうちょっと話せればいいかなって思ってます。でまあ
そうですね。あと他の次の方っていう感じだな。次の方は、そうですね、イスカさんですね。イスカさんは、こう最近まで結構、ご本人が忙しかったらしくて、なかなか、時間が取れなかったみたいで、最近こう撮影によく参加するようになった。撮影かな？まあ、活動に参加できるようになったよってことで。最近新しく、はい、また動き始めてるって感じなんですけど。彼は、基本的には、なんか新しいこととかなんかそういうことをすごい積極的にやってるなってイメージがあって、そういうこう、前向きなところがすごい好きですね。結構、もともとやってなかったようなこと挑戦したいって言って挑戦したりとか、そういうのが多くて、非常に、好感が持てるようなっていうふうに思ってます。なんかチャレンジ精神っていうのがすごい貪欲でね。ただまあ、正直なところまだ、こう、あんまり関係が少ない。一緒になんかやってたってわけでもないので、そんなに多くのことを。まあその分、こう、ですかね、この人はこういう人だっていうふうにはっきりとなんか断言できるようなことがなくて、まあ、そもそも高校時代の時も既婚者って実は一枚岩じゃなくて、こうメンバーがまあ何ていうんですかね、おのおのこう好きなことをもともとやってたりして、でその中でこう仲間内っていうんですかね、友達関係でみんなでこう、いろんな友達が友達引っ張ってきて、みたいな、そんな感じで、集まっても一緒のことっていうか一緒のところで、なんかしてたみたいな、そういう感じのチームだったんですけど、もともと。バグってんね。まあ、いいか。で、一緒のことやってて、一緒のことっていうかなんか、一緒の、本当に一緒の場所にいただけみたいな、そういう人もいるんで、実はね。なんで、まあ、まだ彼のことはすごいこう、よくわかってるってわけじゃなくて、もっとこれからいろいろ知っていきたいなっていうふうには思ってます。で、あとは、プリンかな？多分。黄色のね。彼はね、結構、まあ、比較的私は仲が良かった側なんで、最近あんまりこう、なんか絡んだりとかなんかそういうことも、あんまりちょっと疎遠になっちゃってはいるんですけど。まあ、それでも、結構まあ知ってるところから話すと、どんな人かっていうのであれば、特撮がかなり好きで、なんか TikTok かなんかに、なんか動画を上げてるのかなんかっていうふうには聞きましたね。私は知らないんですけど、なんか TikTok でなんかキコさんの名前だかを借りてあげてるっていうふうには本人は言ってた記憶があります。まあ、彼はまあ性格的にはまあ結構穏やかな性格で、まあうちのメンバー結構ぶっ飛んだ人間が多いんですけど、そういったぶっ飛んだメンツの中でも、すごい、なんていうんですかね、常識とか、穏やかさっていうのがあるので。まあ、両親ですね、我々の。みたいな扱いをよくされてましたね、皆さん。まあ、とはいえ、こう、彼自身がなんか仲裁に入るみたいなことは、まあ、喧嘩あんましなかったからな。喧嘩なかったから。正直、仲裁だなんだっていうのはないんですけど。まあ、多分、こう、なんか目の前で喧嘩起こって、仲裁してくれってなった時に、まあ彼に頼んだら一番うまく収まりそうな気は私はするんですよね。仲裁者としてはなんか、こうその平穏さっていうのが向いてるんじゃないかなっていうふうに思ってて。あとなんか、結構、ほんわかして、まあこれも穏やかっていう言えるのかな。なんか喋り方がすごい穏やか。なので、もう結構そのペースに引きずられることも結構多かったよなっていうふうには思ってます。
結構結構行ってね、また。まあ、そんな感じですかね。今なんか、とりあえず話せるっていうか、うちの、まあ、人たちについては、これが全員かな。多分。あとなんか他の色もいたような気がするけど、まあ知らん。まあ、他の色は、まあ、そのうちに話すかなんか、やりますわ。でですね。じゃあまあ、そうするとまあ、そうですね。みんなメンバーについて私、なんとなく、話はしたんですけど、そうですね。あと、なんか話すことあったかなって、もう一個話すこと用意してたはずなんですよ。あ、そうそうそう。なんか最近何食べましたみたいな、いつもの話題ですね。これなんですけど、私最近よくうどんを食べてまして、あの、冷凍のあれね。で、もう、めんどくさすぎて、もう、レンジで解凍して食べるみたいなのを最近やってまして。あれって実はレンジで解凍していいのかどうのか分かってないんですよね。レンジ解凍していいですよって書いてあってます。じゃあなんでお湯で茹でていけるねんって話で。なかなかにこう技術の進歩って言えばいいんですかね。あれすごいなって思ってます。まあ、解凍もレンジ解凍でまあそんなのやっていいのかなっていうふうに言ってしてもダメなんですけど、私も知識はなさすぎて。で、レンジ解凍したうどんをどうやって食べるのかって言われたら、そのレンジ解凍したうどんを、基本的には私の手持ちにある、あの、うどんのつゆをかけて、ぶっかけうどんを作るみたいな、そういうことをよくやってますね。ちょっとすいません、咳込みます。はい、失礼しました。で、まあ、うどんにそのつゆかけるだけかけて、あとはまあ卵なりネギなりをまあ好きなタイミングで、まあ、かけたい時だけかけて、まあかけない時もありますけど、そらで、食べてるっていうことが結構多いですね、今は。で、うどん、そんな風に食べてるみたいな話なんですけど、あと私が結構最近、好んで食べてるのが、キムチ、でして、キムチをすごい食べるんですよ、私。あの、本当にパックに入ってる、なんかちょっとちっちゃめのいくつぐらい、 100g ぐらいのキムチとか、もう本当に一瞬で食べちゃって消化しきっちゃうんですよね。うわ、めんどくせえ、こっち行かん方がいいでしょ。で、そのパックキムチとかを、なんか、こう、美味しく食べる方法みたいなのが、あるなら知りたいなっていうふうに思ってまして。基本的にもうご飯に乗っけて食べるとか、あともうそのまま食べるとか、豚キムにするみたいなことをやってて、なんか他にも、チーズガレットみたいなのとかもやってみたいなと思ってはいるんですけど、なんか、こう、これいいよみたいな。食べ方とかあったらおすすめをお願いします。非常になんか気になるので。あと、まあ、キムチに関してなんか話すことあったかな。あ、そうだ、一個あった。じゃあ、キムチなんですけど、まあ、私、あの、長芋のキムチっていうのをちょっと前に食べまして、かなり美味しかったんですね、それが。じゃあ、あの手のこう、なんていうんですかね、芋のキムチって言えばいいんですかね、こう、あんまり見ない、変わり種みたいなキムチって、一体全体、誰が考えてんのかなって、思っちゃって。
それがすごい気になってるんですよね、私。私自身は、まあ、美味しいキムチっていうか美味しい食べ物食べれたらそれでいいのであれなんですけど、なんかそれを作りたいみたいなことがあるわけじゃないんですけど、なんかやっぱこう誰が考えましたみたいなのはちょっと知りたいですよね。私もね、なんかなんていうのかな、こうチーズのキムチがありますとか言われたらちょっと気になりますよね、さすがに。そういうの、なんか変わり種のキムチみたいなのはちょっと気になります。食べてみたいんで、なんかそういうのしてることあったら教えてください、コメント内に。まあ、コメントじゃなくてもなんかなんだっけ、なんか質問フォーラムみたいなのがあるらしいので、なんかそこで投げてくださっても構わないですし、まあなんか一応 Twitter もあるので、そこら辺の直で DM ポーンって、まあ直で DM ってなんか今おかしくねえか、うん、言葉気をつけますね。まあ DM 投げてくださったりとかお待ちしています。あと何でしょう、食べ物に関してもそんなもんですかね。あれ、これ戻ってきちゃったかも。どうしよう。飛ぶか。飛ぶぞ。食べ物、本当に食べ物もそんぐらいだよな。なんか、最近、それ特段美味しいもん食べたって話もなくて。皆さんなんか本当に美味しい食べ物これどうぞみたいな、まあ、ツイッター見ればいいんですけどね。なんかそこそこな、それこそなんか 400g みたいなハンバーグとか、そういったの結構ありますからね、ツイッター見れば。皆さんどうですか、こうそういうお肉系。私はね、実は胃もたれみたいなのが一個もなくて、あの本当に丈夫なんですね、私。なんかおいおいおい、いけないじゃないか。普通の人が、こう、なんていうのかな、食べたらもう本当に吐いちゃうとか、なんか、気持ち悪くなるみたいな。カメさんかな、なんか、本当に、ゲロアマなもんとか食ったら、本当腹、辛く、腹っていうか胃が辛くなるみたいなこと言ってて。私、それ全くわかんなくて、めちゃくちゃ胃腸が丈夫ではないですけど、食ったらすぐ出るぐらい。いや、食ったらすぐ出るは実は腹丈夫なのか。まあ、本当になんか食べてなんか気持ち悪くなるとか全然なくて。まあ、それこそ本当になんか、何米を4合とか食えばそら気持ち悪くはなりますけど、3合でもまあ、腹くす、満たされて食ったわーってなって終わっちゃうんですよね。のくせに普段何も食べないっていうか、まあ本当に小食っていうか絶食してるみたいな、その生活を送ってて心配になりますよね、本当に。あー、キモいって、それ。引き返すんだろ。あ、知ってたよ、もう。
俺お前たち苦手だよ。ま、つながるとどうでもいい話で。なんか、もう本当に胃腸が強いって言えばいいんですかね。なんで、本当になんかお腹が痛くなるとか全く分かんなくて。お腹が痛くなるっていうのか、その気持ち悪いみたいな前に聞いたやつ、それなんかどんな感じなのか誰か教えてくんねえかなってちょっと思ってるんですよね。なんか文章力ある方本当になんか教えてください。私わかんないです。どんな感じで車酔いみたいな、なんか胃が持っていかれるような感じなのかなって。カメさんに聞きがわかるかな。カメさんそう、言葉のセンスっていうのは選び方がすごい上手いんで、もしかしたら神様に聞いたらわかるかも。まあ。あ、そう、なんか話すこと話すこと。最近何食べてるの話もしましたもんね、さっき。で、メンバーについて一番初め話しましたから。そうですね、あと、なんか、こう、運動みたいなのってあるじゃないですか。まあ、私結構室内にいることが多くて、まあ、一応、深夜に、なんていうんですかね、歩き回るって言えばいい。はい、かい？いや、聞こえが悪いな。まあ、なんか、こう、散歩は行うんですよね。深夜とか、そういったタイミング、人気の少ないタイミングで走ったりなんだったりって。でも、まあ、今、6月ぐらいになってきて、やっぱ雨降って、ね、こう、そういう雨の日とかになんか、いい運動ってないかなって、ちょっと思ってまして。なんか、家の中でこう、踏み台昇降やるっていうのも、あれも、なかなかに、味気ないっていうか虚無なんですよね、あれ。あれ本当になんか、まああれずっとやるもんじゃないって言われたら、まあそれの前でなんですけど、あれやってる間、虚しくなりません、本当に。だって、何も言うことないですよ、あれ。ありますよね、何もやることないっていうのは。とかゲームとかやりながらやろうにもなかなかにこう視線が上下するんですっごいやりづらいですし、音楽聴きながらみたいな。まあ長時間やるわけじゃないからいいかな。いやダメだろう、まあ、そんなわけないね。なんか雨の中で、雨の日の中、なんか自宅でできるようないい運動とかないかなっていうのをちょっと募集してます。まあ、そんぐらいですね。うん。そしたら、まあ、あとは、で、話すことなくなっちゃったんで、このゲームについてでも話しましょうか。このゲームは、まあ、カゲロウ、シャドウコリド2みたいな名前なんですけど、簡単に言うと、特定のアイテム、を5つ集めてきて、左上に見えてる曲がった眉を3つありますけど、これを集めてあそこにあるゴールに持っていくっていうのが、まあ、主な、やるべきこととなってます。で、まあ、ゴール見つけちゃったんで、で、まあ、それは、集めて、ただ、出るだけだと、ただの迷路と変わんないんで、そのために基本的に、こう、我々を妨害してくるような者たちがたくさんいます。探索者をね、妨害する、徘徊者っていうのがいます。でもその徘徊者さんっていうのが、一応、何種類かいまして、
ポータル屋へようこそ。その徘徊者さんたちは基本的にも主人公のことをなんか何らが、まあ、視覚だったり聴覚で探知して追っかけていきます。で、まあ、見つかったらまあ逃げなくちゃいけない。ただまあ主人公の方はスタミナがあって向こうはまあスタミナないんで大体追いつかれます。なんでできるだけこう隠れながらやり過ごしたりあと誘導したりしてうまく逃げなくちゃいけないっていうのがこのゲームのまあ主なあれですね、話ですね。死なないように頑張るんだな。で、まあ、一応、この、迷宮っていう、まあ、迷路、まあ、異界ですね。っていうのが正しい表現なんですけど、その異界の中には、まあ、こういう感じでお店もあります。で、まあ、お名前の通り、まあ、異界なんで、まあ、人知の及ばない世界ということで、挑むたびにね、マップが変わっていくみたいな。マップっていうか、まあ、迷路のね、形が変わるんですよ。挑戦するたびに。で、まあ、私たちっていうのもおかしいんですけど、いる世界じゃないんでね、やっぱり。もう人知の及ばないような存在がたくさんいらっしゃるわけです。どこや、ここ。そうですね、あと、一回。機械で何か話すことだったっけ？あんまないかも。まあ、基本的に今、主人公は、この機械たちの一番奥に行くのが目的になります。あそこにあるの。まあ、頭がね。で、まあ、その、マガタマなんですけど、なんかトラップがありまして、ものによっては。まあ、ただで取らせてくれるものもあるんですけど、鍵だけかかってて、こうやって。まあ、そうじゃないことの方法で、例えば雨が降る。あ、今回雨降りませんでしたね。まあ、これは中級だからっていうものなんですけど、まあ、中級じゃなくて上級になってくると、もう本当に、バチバチに雨降るんですよね。嫌がらせかみたいに雨降るってトラップしかない。殺意の塊ですよ。さて、あとなんか、このゲーム実は大まかな話をしましたよね。あとこのゲームのさっきの敵についての話とかします？例えばこれ人迷わって言うんですけど、近づいてきた人を探知してこうやってまとわりついてきて、で、まあ、本来はダメージ与えてくるんですけど、私がそのダメージ無効化にするアイテムを持ってるんでダメージ今受けませんでしたね。ここに勾玉もありますね。あ、で、そうそう、ワンがありまして、ワンの方もまあ同じように勾玉を集めて奥に出てくるみたいなゲームなんですけど、ワンとこれの大きな違いっていうのは、まさにうるさいよな。ワンとの大きな違いは、主人公が特殊能力を使えるんですよね。で、カルタっていうんですけど、でも正しくはカルタの力で特殊能力を身につけるが正しいんですかね。それが何種類かありまして、例えばこの隠れるときに明かりついたまま隠れても問題ないとか、歩くスピードが若干速くなるとか、しゃがんで動いたときのスピードが若干上がるとか、まあ、結構なんか一個一個見ると些細なことなんですけど、それがね、やっぱ大きな差になってくるんですよね。で、例えば、おにぎりを食べると、この、今の、真ん中下あたりに見えている紫色のゲージ、これ、汚れって言うんですけど、まあ、これ、溜まると死ぬんですよね。で、これを、おにぎり食べることによって、こうやって回復することができるっていう。さっき、人前が見たよね。違うかな？じゃあ。でも、別に、汚れは、この、なんていうんですか、このアジサイ、光るアジサイで
回復することもできます。じゃあなんかあとお話しすることといえば、敵についての話ぐらいしかないかな、本当に。敵は基本的にこう1から続投してる敵っていうのはいなくて、みんな別の姿をしてるんですよね。ただなんか姿が違くてもやってること同じみたいな方がたくさんいらっしゃいまして、例えばさっきの走り回ってる方、あれランナーっていう名前がもともとついてたりしたんですけど、今回はてるてる坊主みたいな名前かな。まあすごいでっけえ音立てながら走り回って、で目視したら追っかけていける。ただ自分の足音がでかすぎるせいで、あのこう走ってる足音とかじゃ聞こえない。まあ爆竹は別です。で、あと、カグラスズの徘徊者みたいなのが1にはいまして、でそれが、渦の踊り子って名前で、同じようにクスズを持って、こう、くるくる回ってるおじいちゃん。途中で、あれですね、俺がめんどくさいって言った子なんですけど、あれも、ですね、一応、まあ、鈴鳴らしながら動いてて、で、あれは、視覚聴覚ともに普通、まあ、中くらいみたいな感じで、どっちの手段でも探知してくるよっていう、感じの子ですね。で、それと、あと、なんだっけ。名前が出てこない。シオンかな？前作だと泣き虫みたいな名前になってまして。で、泣き声を発してて、で、視覚がない。あ、視覚っていうか、視力がない。本当に何も見えてない。ただ、足音に探知する。なんで、これがね、なかなか厄介で、しゃがみ歩きでも本当に至近距離だと探知されますし、もう歩くだけでももう全然聞こえる。そのなんか、範囲があって、その範囲内だともう全然聞こえる。で、走るなんてもう論外でも確実に追っかけてきますね。まあ、その代わりになんかその子の近くには大体マガタマがあるってことで、ある意味マガタマを探すのに便利な存在でもあるんですけど、そんな感じです。非常にこうランダム性があって楽しいゲームなんでね、おすすめします。なんかこういう風にアイテムもたくさんありますね。拳銃とかさっきの時計とか。この時計はもう敵の時間止めるとかぶっ壊れなんで。今回はね、こうマップを2つクリアして、なんか大体お話ししたいこともお話し終わったので、これで終わりにしようかなっていうふうに思います。皆さんもなんかこう多分なんですけど、このゲームやってほしいとかあったらお話しすればそれが行われるかもしれないので、なんか今ピーチが結構マリオメーカーにハマってるので、マリオメーカー他の人たちと一緒にやってくれないかとか、そういうことでもいいので、どんどんね、こう、なんか要望なり書いてあげると、喜ぶと思います。はい、それでは、お疲れ様でした。